ってきまーす。意外とうまそうでしょ。死んじゃって。バロランドの前はプロテインを飲むんだよ。なんで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 ？エイム菌が発達するからだよ。関係ねえだろ。あるわ。関係ねえだろ。あるわ。嘘だろ。ネタとかじゃなくて、筋トレ直後30分以内にタンパク質を取るみたいな理論と一緒ですか？そう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 。だから FPS をした後30分以内に俺は絶対プロテイン飲むみたいな。これマジで意識高すぎだろ。そんな頻繁にやってるわけじゃないのにマジ俺だって配信外でボット打ちした後飲むもんプロテインプロみたいなことしてんじゃん。そうだよ。強すぎてやばい。僕明日相手も必ずミスを目に注射打ちに行くんで。どうした？3時ぐらいに、なんかね、まぶたが勝手に動くんですよ。え、なんか定期的に打たないとまぶた勝手に動くんですよ僕。怖っ。本能性、なんだっけ、体のどっか勝手にブルブルするんじゃん。本能性なんとかみたいなやつで。え、なんかまぶたとかって有名なのはストレスだよね。でもそれじゃないんだ。原因わかんないですけど、なんかまぶたのとこに注射してそれで無理やり止めてるんですけど今。え、震え、手は震える？手はなんかある一定の体勢で震えますね僕。本体性神線かもしんないです。俺と同じだよ。だったら俺本体性神線で手術したんだよ。ノーノー。手術したんすか？そうだよ。え、やばっ。え、あ、これマジマジマジ。怖くないですか？怖くないですか？本体性神線のことだったら俺に聞けいや、これマジでマジでマジでいや僕でもある体勢を維持し続けると触れるみたいな感じですけどね。なんか例えば、うん、熱いものを持ったりしたら触れたりしない？あ、しますしますします。熱いものをさ、なんか配膳する時とかさ、緊張と熱いっていう情報でさ触れたりしない？あの緊張は絶対触れますね。なんかバクバク言って手もブルブルします。俺はもう、うん、生活に支障が出るレベルだったんだよ。あ、だから手術したんすね。そう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 。僕そんなっすね。あ、そうなんだ。エイムはできるレベルっすね多分。そうかそうか。うん、俺の結構前の配信見たら分かるけど、もうね、エイムができないのよ。ブルブルしちゃって。うん、本体精神線原因不明だから。あれって峠下みたいなとこ行かされて、僕スキャン取らされたんですよ。うん、分かんないって言われて、だから僕注射打って止めてんすけど。単純に飲み薬もあり、あれって。そうなんすね。うん、俺はあれだよ、脳みそ焼いたんだよ。え手術、本体精神線嫌だから。え、なんか手術怖いとかよりそっちの方が買ったんすか？もう嫌だったね俺は、震えが。やっぱ人前に出ることしてるからさっていうのと、はいはいはい、単純に友達とかとなんか女の子と遊んでたりして、なんかその手が震えるっていう状況が嫌だから、俺はもう手術しちゃってって感じかな。手術まで踏み切る勇気がないっすよね僕。まあ、単純に FPS が楽しくなったね。うん、そして今めちゃくちゃなんか配信画面とか見てると AIM いいっすよね。なんかね、でも B？ うんうん、本体性神線の状態で FPS すると本体性神線のせいにしたくなるんだよね。はいはい、どうしてもマジでしたくなるの。これもう不可抗力なんだよね。メンタル的にも来るんだ。そう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 、その上手くなろうっていう気持ちがそがれるんだよね。僕もそうでした。バレーボールやった時身長が低くて。ああ、そうか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 、わかりますわかります。脳みそ焼いたってやばくないですか、言葉のインパクトがマジでそのまんまだ。本当にまんま焼いた。メスを使わない手術が保険適用になったっていうのを聞いて、放射線みたいですか。じゃあ痛くねえんだと思ってやったんだけど、その千何本ものその細いレーザーを脳の一点に集中させて焼くみたいな怖すぎ怖すぎだろ、そっちの方が怖いってだから俺 MRI でこう脳って輪切りにされんじゃん。 MRI って俺 MRI でピッ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 って上から見ていくと、ある一点だけないよ、脳みそ。そうだろ、怖い。え、僕が代わりになんかじゃあクマのアプリケでも詰めときましょうか。頼むわちょっと
MRI でピッピッピッって、なんかクマじゃん、ピッ、クマが入ってるみたいな。かわいい。モテますよ、それは。モテねえよ。そう、女の子が俺の脳髄の中を見るシチュエーションがねえからだ。モテるになんねえよ、意味わかんねえよ。君の負けだ。だからガチでなんか、え、お前どこ住んでるとか言ってる？僕茨城。あー茨城か。マジでなんか直したいんだったら病院を教えてあげるから。そのあ、ありがとうございます。本体性神線とかの専門の病院がある。俺の前は手術するっていう最上位のことをしたけど、そこまでしたくないんだったら、はいはい、そこまでしない処方を教えてくれるし、まあ、生活に支障がないんだったらいいんじゃない？ないっす。今注射打ってて3ヶ月に1回とかなんで、別にそんな苦もなく、ちょっと打つとき怖いぐらいですね、マジで。まぶただけなんだ。はい、まぶたが勝手に前見えないんですよ、動きすぎて。片目だけ。うざいね、結構。うざいっす、うざいっす。かなりうざいね。正確な病名わかんないですけど、とりあえず打ったら治りますよって言ったから、うん、打ちます。見えないまでなっちゃうんだ。まぶた、なんかビグ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 動きすぎて、マジで前見えないんですよ、片方だけ。へー。俺はもう手術してマジで世界変わったからな。よかったっす、マジで。もうほんと世界変わったの、マジで。何かが震えてない状況ってこんな違えんだっていう。そんなレベル。マジ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 。マルがなんかちょっと手震えてるけど、これ生活に支障ないなと思ってるだけであって、もしかしたらそれが治ったら劇的に世界が変わるかもしれないし。手ブランとしてたらずっと震えてますけどね。それは生活に支障はあるけどね。いや、なんか持つと止まるんですよね。動画送りましょうか。動画送ってほしい。どんなレベルなのか。この前ラストの中で、うん、シロマンタ先生とエイペックスしようぜって言って、あ、しましょうしましょうってなったんですけど、うん、サさんもやりません？シロマンタ先生とエイペックス？エイペックス。じゃあ俺、シロマンタ先生と坂本さんと俺でエイペックスするわ。だったら、おいおい。俺おらんやんけ。今いなかった？いないっすよ。今いなかったか。嘘。いないと思わなかったよ、今。あらま。今、心の中で顔面百裂拳。ほんまに。ちょっとでも、いや、エイペックス怖いね。エイペックスか、あのゲーム怖いよね。俺やっぱゲーム上手いで売ってるからさ。え？いきなりその新しいゲームに飛び込んで、ちょっとボコられてるとこ視聴者に見せるとマイナスブランディングなんだね。ゲーム上手いで売ってるの。ほんまっすか。ブランディングだから、やっぱり。あ、まあ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 、まあ、そうですね、そうですね、うん、ちょっとやってみようか、今度白マンタ先生と。よしよしよし。白マンタ先生でもマジで上手いって言ってなかったっけ。多分上手いよね。ヘビーゲーマっすよ、普通に。ヘビーゲーか。じゃあ今度エイペックスするか。俺マジでエイペックス久々。だってそのこと さっき俺手術の話したじゃん。それからしてないもん。手術したの俺1年半ぐらい、2年前ぐらいか。あ、でも確かに言ってた、なんか流行るゲームをそっちのけでずっとロールしてたって言ってましたね。そう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 。はい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 。